それでは先ほど発表されました DX 銘柄2022におきまして見事グランプリとして選出されました企業の取り組みをそれぞれの企業の代表者様からご紹介いただきます DX 銘柄2022におきましてはグランプリ企業が2社となりましたので業種順にて発表をお願いしたく存じますまずはグランプリ1社目中外製薬株式会社より 代表取締役社長 CEO 奥田治様どうぞよろしくお願いいたします中外製薬の奥田でございますこの度は DX 銘柄2022グランプリに選定いただきましてとても光栄に思っております社を代表いたしまして 御、えー、礼申し上げます、えー、今日は当社の取り組むデジタルトランスフォーメーションについて、えー、ご紹介をしたいと思います、えー、まず中外の概要ですが、えー、中外製薬はガン、バイオ医薬品に強みを持つ、えー、研究型研究開発型の製薬企業でございます、えー、特に抗体医薬品あるいは中分子医薬品というような、えー、創薬技術力に強みを持っております そしてスイスのロシュ社と戦略的アライアンスを締結しておりまして、ユニークなビジネスモデルを保持しております。中国では2030年に目指す姿として、ここに掲げる3項目からなる、世界におけるヘルスケア産業のトップイノベーターになろうというビジョンを掲げております。 そのビジョンを実現するために策定したのが、船長戦略トップ Y2030 です。この戦略には2つの柱がございます。左側の世界最高水準の創薬を実現する、そして右側の先進的事業モデルの構築をする、この2つの柱です。でこの2つの柱を実行するキードライバーが3つございまして、1つ目が真ん中の 研究開発力をさらに強くするレッドシフトそして右側の外部の会社と連携して中外の強みと合わせてシナジーを生み出していくオープンイノベーションそしてデジタルトランスフォーメーションですこの2つの戦略を実行するにはデジタルトランスフォーメーションいずれも必須の要素です右側の先進的事業モデルの構築ではデジタルと技術を使って 先進的なオペレーションモデルを構築していきます一方、創薬の実現、これは中外製薬の中のど真ん中のビジネスなんですが、そこをデジタルの技術を使って革新したり、新しいアプローチを作ったりします。で、この創薬力の強化というのは、自社ビジネスのど真ん中であって、これが将来的な、 われわれの競争優位性を構築できる源になるという構想を描いておりますそしてこれが中外がデジタルで目指すことですビジネスでビジネスを革新してそして社会を変えるヘルスケアソリューションを提供していきますこれが具体的な中外製薬のデジタルトランスフォーメーションの取り組みでございます 一番下のところま前者データの統合、利活用のためのクラウドデータベースの構築、そしてデジタル人材を育成する仕組み、さまざまなアイデアを生み出すアイディエーションの場、ここではデジタルイノベーションラボと書いてございますが、それを創設、運営してきています。 次にバリューチェーンの効率化、右側の上ですが、デジタルによる臨床試験の遠隔化、あるいはデジタルを使って臨床試験の関連文書の自動化、さらには工場ではですね、デジタル等を使って人と機械をつないぐようなスマートプラン、それを構想してございます。さらにマーケティング分野では、デジタルを使った顧客の インターフェースを変革しておりますえっ、ー、と次に革新的創薬についてはスライド次を使ってご示しします創薬プロセスでは機械学習マレキサと呼んでいますがこれを中外の社内で開発してそれを抗体の創薬に適用することで今までの手法よりもかなり高い結合活性を有する抗体を短期間で 取得すすることに成功していますあるいは真ん中のデジタルバイオマーカーの開発におきましてはウェアラブルデバイスを用いて子宮内膜症での痛みをです、ね、客観的に測定するあるいはモニタリングするというものに活用しておりますリアルワールドデータの利活用という面では電子カルテ等の情報実臨床の中で得られる臨床データですね医療データを用いて 医薬品の薬事承認に貢献する、寄与するようなエビデンスを作って利用したり、あるいは社内意思決定に参考情報、あるいは根拠情報として使っています。えー、中外製薬 DX を3つのフェーズに分けて進めています。昨年まではフェーズ1、えー、DX に関わる組織文化 の改革やデジタルの人材の獲得、育成など基盤強化でかなりの成果を上げてきました今年からはフェーズ2ビジネスを変えるというフェーズに移行しています特に注力するデジタルを活用して革新的な創薬をしたいこのために AI 人工知能やリアルワールドデータの活用を加速させています以上中外製薬の デジタルトランスフォーメーションの取り組みについて紹介いたしました。ご清聴ありがとうございます。奥田様ありがとうございました。